あ、なんか色がなんか白対ピンク、白対ピンクはどっちが強いんですかね。あ、てかスコア、スコアさんじゃないですか、西の総大将。レディーゴー。まずエイジ対エキストラバイス。お、竹越切りサイド、これは、あー、エーパにもうちょっとでいけた。ジャクジャクジャク、候補少ない、ゲージ溜めていく。ペースを握ってるのはバイスの方なのか。ちょっとエイジやりにくそう。わ、エイジがかなりやりにくそう。ガーキャンで落ちろ。ジャンプ2発動、エンディ、なんだかんだでリードはエイジ。マックスなんですか、なあ、ここはジャンプ2中断取って。おい、このゲームエキストラのエイジが1人倒して生きた時が半端じゃない。まず突っ込む、ボディの追加がね、右投げ、まず一発、感覚なし、エキストラ相手にはこれが本当に強い。ジャンテツがよく見てる、草薙今日どうする、相手はダンテツ派をガンガン来る。ジャンテツ派、ジャンテツ派、後方が当たってもう一発当てた。うわー、ゲームが違う、ゲームが違う、逃げて、ダンテツ派、何なんですかこのゲームは。避けてダンテツ派マックス、もうクソゲー、クソゲーすぎ。離れてオロチナの八乙女コマンド入れてるだけ。ダンテツ派、クナイが当たり、ダンテツ派、これを避けるが投げ外す、ダンテツ派タイク、もうダンテツ派だけで何割取ってるんでしょうか。避けて逃げる、ダンテツ派、ゲージを貯める暇もない、ダンテツ派、ダンテツ派、もうダンテツ派っていうの疲れました。ダンテツ派しか言ってないもん俺、さっきからダンテツ派っていうの疲れてきたからもうやめて、俺の喉の限界が来ちゃうよ。ああ、もういいや、なんかダンテツなんとか、ああもうダンテツ派っていうだけだったら誰でもいるんで、もうさっきからダンテツ派、ダンテツ派、ああ、まだ打つんじゃないのこれ、あ、これはまさか、あ、ダンテツ派候補、はい、ダンテツ派、ガーキャンガードして中段避けて、最後はコッパ切り台、あー、最後にやっと違う名前言えた、コッパ切り。でも絶望的な差が斬鉄派一本によってついてしまいました。そして四方がクラウザー、裏前頑張れるか、裏前頑張って、ガーキャンで亀橋C投げ、遠距離し、ドバッと、耐え、やっぱりクラウザー。